すいません、ウスタですけど、イノさんいますか？パスワードお願いします。ステカセキング。お邪魔します。ナイトワープ、イノアットホーム。ナイトワープ、イノアットホームの時間がやってまいりました。はい、宇宙に浮かぶイノさん時間の放送ですね。この番組はイノアットホームってことで、毎週いろんなゲストの方にね、僕の家に遊びに来てもらいましてなんですけど、はい、今日はね、本当に人がいっぱい集まってるんですけども、うん、なぜかというと今日のゲストはあなたの口から言っていいですよ。はい、ありがとうございます。何ですか？光栄でございます。何ですか？漫画家の宇田恭介さんです。どうも、どうもこんばんは。わー僕すごく好きなんですよ。あ、僕ね、水曜日とか火曜日とか土曜日まであと何日とか指を折ってる。本当ですか？うん、すごい。本当、顔が違う。昨日とかね、ちょっとどうしよう、 なんて言おう、ウォンチューって言おうかとか、どうしようって顔が違う、犬さんの顔が違う。そしてみんな見てるんだけど立ってみんのよ。座ればいいじゃないの。僕ははい、ちょっとその辺も今日いっぱい聞こうと思うんですけども、はい、ジャンプで、すごいよな、春さんという素晴らしい、僕だいぶこれを布教しましたよ。あ、そうですか。いろんな人に、ね、読んだ方がいい、読んだ方がいいと、初めなんか僕ジャンプって本週刊誌で読んでないんですよ。あ、そうですか。僕大体コミックスでどれで読むん で僕ね、正直な話をすると2巻のこのジャケットというか、あ、ここからなんですよ。これでこの絵がおおと思って。あ、そうですか。そうです。中身の評判とかじゃなかったんですよ。すごい評判悪かった。本屋でこうなってた時になんだこれやと思って、で読んでみて、僕2巻から読んでるんですよ。で2巻読んで面白かったんで1巻に戻ってっていう、2巻のだから発売日の多分イコールだと思うんですよ。で暮らしてたら結構いろんな人がだんだん2巻が普及したあたりとか3巻ぐらいの時になんかみんながマサルさんって知ってるとかいうようになってきて、リアルサウンド脚本家の坂本裕二さんも、そういう感じでした。マサルさん読んでるんだよね。初めまして。もうそんなラジオのブースト外でそんな挨拶なんて。今日は本当にわざわざすいませんね。あ、いえいえ。僕ちょっといろいろ聞きたいこととか話したい内容もありますので、はい、初めてなんですけどね。着信中して俺何を言ってるのか。本当すごいですね。僕は高橋宏さんだろうなんだろう、緊張なんかしてなかったんだけど。どんなとこ巻いてて。ある意味僕の中で坂本龍一以上に。本当にすごい。だって僕が坂本龍一さんだと別に緊張しなかったもん。あちゃ。その秘訣って何でしょう。なんでその秘訣って。すいません、ちょっと間違えた。君ほら、ここはあれですよ。君なんノーマルなんだから。ね、別にほら、素の状態でこう行けるわけじゃん。どうぞ。そう。でも。今日は君司会、僕がファンと、メインっていう感じね。ああ、じゃあ私司会。初の。今日はだから 20% 以上喋ってもいいんだよ。やったー。本当に。それは聞いてる人がムカつくから。でも、今日僕的には OK です。まあ、そうですか。まあ、そんなわけで本当に今日も、よろしくお願いします。ちょっと1時間ごゆっくり楽しんでいただきたいと思いますけれども。それだけで、はい、一緒にナイトワークという決まりにと思いますので、はい、そんなわけで、せーの、ナイトワーク。Welcome to Night Warp. Eno at home. Living room. はい、今夜のリビングルームには漫画家の宇田恭介さんが遊びに来ていただいております。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。やったー。嬉しい、本当に嬉しいっす。いえ、こちらこそ。嬉しそう、イノさん。いやね、嬉しいっすよ。そうですか。うん、僕嬉しいっす。いやいや、僕の方が嬉しいっす。そうね、譲り合ってどうするんですか。僕ね、僕梅津和夫さんに昔お会いしたことがあって、その時も嬉しかったですけど、同じ嬉しい日が、あ、僕はすごいマサルさんで、
あのマサルさんじゃない、ウスタさんもマサルさんじゃないよ。混同してる、ウスタさん今日もあれですよ、メールとかでイーノさん頑張ってとかいっぱい来ましたよ。あ、すごい、なんで緊張するだろうから。え、それはウスタさんを僕知ったんですけども、ウスタさんっていうのはすごい、マサルさん以前って何をやられたんですか。無職ですね。これ初漫画なんですか。はい。読み切りはやってましたよ。それはえ、ジャンプから、ジャンプの増刊号とかで。それは手に入ったりするんですか。どうですかね。ダメ、あんま手に入んない。ダメと言ってますね。へえ、フリーターみたいなことだ。そうですね。ウスタさんって、ね、失礼なければおいくつなんですか。でも23年23歳ですよ。うわすごい。何そうだけど、どうしたエンジェル。あ、嬉しい、なんか喜んでる。フィーバーだ、フィーバーだ。なんか日本代表を応援するファンのウスタさん、ウスタさん、ウスタさんじゃなくてエンジェル。すごいすごい、あの坂本龍一、僕初めて見た。すごい、あんなに踊りまくってますよ。いい顔してるの坂本龍一。ホームページで日本代表を応援してる写真を見た時と同じ顔してるよ、あの人。すごい口開いてますね。うん。それで、漫画は自分で描いたんですか、ずっと。はい、描いてました。それは学生頃から。もうちっちゃい頃から描いてましたね。それは友達とかに見せてた、そういう漫画ですか。いや、一人で。っていうか、うちの、兄が、3人いるんですけど、4人目。違う違う、2人、3人兄弟で2人兄がいるんですけど、その真ん中の兄貴がこう漫画を描いてましてね。今もですか。今描いてないんですけど、それを見ながら描いてましたね。なんかこうヘンテコフニャタとかですね、そういうタイトル。ヘンテコフニャタ。ヘンテコだしフニャタ。あ、兄弟。あ、それは兄貴の漫画なんですけど、それでずっとそのお兄さんがやってらっしゃるのを見て自分にも描けるんじゃないかって。そうですね、いつ頃から目覚めたんですか。いつ頃ペンを筆を取り始めたというか。小学校中学年ぐらい。もっと下ですね。え、本当に。幼稚園生とか。そうそう、これなんかそう、中1の時に初投稿、はい、したんですよ。え、あ、漫画、漫画か、出版社に。そうそう、多分知らないと思うんですけど。知らない。それはどうなんですか。あ、ダメでしょ。え、そのタイトルとかは、ポスティ。なんでポスティなんですか。ポスティ、ポスティっていうですね、もうこれそのままティッシュペーパーのなるほど、なんですけど、ティッシュペーパーストーリーや。そうですね、そんな感じの漫画。わかんないけどね。いいんだろうな。で、なんだっけ、収容者に何かコンテストみたいなのに応募されたんですか。そうですそうです。当時ホップステップ賞。あ、はいはいはい、ありましたね。あれに出したんですけどね。それに乗った、それに乗ったやつも何かのじゃ乗ったんだ。それに受かったやつっていうのも。それに受かったやつ、そう、それは。増刊号に、あ、以前、高校2年の時かなんかに賞を取って、でそれからずっとこう読み切り活動をずっとやってたんですけどね。読み切りも結構書いたんですか。6年ぐらいの間に、4本めちゃくちゃ少ないですね。ゲームみたいな。そうですね。今パクッと。でもそのペースだと連載をやるのって大変だったじゃないですか、その踏ん切りっていうか。そうですね、俺にできるのかみたいな。ありました、ありました。すごいなんかこう慌てふためいてですね、なんかいろんな知り合いの人に電話したりとかしてたんです。相談。そうです、そうです、どうしたらいいんだろうってずっと聞いてます。ああ、そういうことやるには。連載とは。そうそう、そっか。マサルさんっていうのはどっから持ちたんですか。わけわかんない格闘技。おお、なんか格闘技だったのか。変な格闘技をやりたかったんですね。わかりますわかります、あ、そうですね。昔なんかたけしさんとかもよくなんかスペシャルとかで、なんかルールがめちゃくちゃな格闘技とかやったりとか、あとなんだっけ、芸者ガールズ
ていうバンドがあのダウンタウンの2人でやってたって、あれでステップナーっていう競技してます、ね、してますあれとかもなんかそういうわけのわかんないどういう勝負やねんっていうあれ特にねあの CD で音があの音だけなんで、すごく想像させて面白かったですからね、そういうなんか、そういう格闘技なんですね。そうだね、セクシーコマンドですもんね。セクシーコマンドセクシーコマンドですかねえ、そしたらどん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 膨らんできて連載できるようになっちゃったと。いや結構いい加減なんですけど、設定はあんまり考えなかったですけど、とりあえずなんかこうやりながら、うん、ギャグ漫画できるような土壌をあ、なるほど、あ、なるほど、なるほど。週刊のそのペースが作る勢いのギャグみたいなの結構それじゃ結果的に良かったかもしれないですね。考え込まないっていうかこう、いやいや、それでも結構大変でした。大変でした本当大変そうです。大変でしたね。この間そういえばあの言えない話だったらあれですけども、パタッと終わりましたけども、あれはどうされたんですか、これあの質問してくれトゥーウスターのあのベスト10ナンバーワンなんです。そうですね、皆さん僕の中では。あ、そうなんですか。僕もですけど疲労ですねあら疲れた。あらま、あ、ちょっと言っていいのか突然でしたよね。うーん、そうですね、僕の中では突然ではなかったんですけど。ああ、なるほど。もういいかなと。うーん、ワープのホームページに書き込みがあったんですよ、最終回って。あ、そうなの。えって、僕らコミックスで買ってるから、こういうのやっぱり連続して読みたいじゃないですか、なんかこれマサルさん1個読んでからなんか違う漫画に行ったりとかしたくないんで、僕は絶対こういう漫画とにかく連載じゃなくてあのコミックスで買ってるんで、ジャンプは買ってなかったんで、それをなんかね、こういうこと言っていいかどうかわかんないけど、ジャンプ早く売ってるとこあるじゃないですか。ああ、はい、そうなんか、あ、昔必死になってたので、ね、高田馬場に木曜日行ってるとこあるとかさありますね昔は絶対買ったんだけどね、っていうのをなんかうちの書き込みで見て、もう月曜の朝もあってすぐ買って、それを見て最終回、えって言った直後に坂本英二氏に電話して最終回だよなんか坂本英二さんの反応はえーとか電話すぐ切って買いに行ったそのなんか親が死んだみたいなすごいそんぐらいの焦りだと思って突然だったんで、なんかね、そうですね、それは相当疲れたってあ、てかもう、まあ、そもそもギャグ漫画の寿命が、あ、まあ、そもそも短いもんだと、そうですね、確かに、思ってますから、本当は2年やるつもりだったんですけど、はあはあ、持たなかったと。あ、そんなないんですか、まだ2年ないんでしたっけ。2年ないです。もうちょいで2年だったんですけど、ギャグ連続してちゃうところの慣れ合いのギャグの方に行っちゃいますもんね。ですね、いわゆる あれが出たよかったみたいなね。周りの人の反響どうですか。あんまり良くないですよ。どうしてですか。なんで周りの人って友達ですか。うん、うん、みんななかなか勝手なこと言います。ああ変わったなとか。うん、だいたいみんな変わったなって言うんです、ね。変わんなきゃプロになれねえんだって。そうそうそう、ひがみです、ひがみ。ネタになってるから。なんかアニメ化するとかそういう予定とかないんですか。アニメ化だと。アニメ化。三角。あ、三角。やめましょうよ。絶対やめましょうね。だって嫌ですよ、僕これもうアニメになってなんか薄っぺらいまでなんかギャグ言った後にトンテントンとかなんかそういう音とかがついてさ、あ、やだやだね、確かにね、もうめっちゃショックですよ。声が違うと嫌ですよね。あ、やだ、うんうんうん、やだやだ。まあそういう意見も参考にいや僕生ききれるならいいと思うんですけどね、うん、漫画ってどうしてもほらスポンサーがあるからやっぱりなんか当たり障りのなくなっちゃう、うん、本当にやるなら本当に言うと監督とかやりたかったんですけど、ね、ああ、やってください、やってくださいよ、うん、そうそう、え、監督と言いますと、え、何ですか。アニメアニメの監督いいですね。いいですよ、うん、やってくださいよ。いや、できないですねいや、そんなことないですよ。わかんないですよね、やっぱコンテとかでも切ったりすれば、ああ、うん、むちゃくちゃなコンテ切ったらそれにもう従うしかないですからね。うん、今後はあれですか、あのまだ閉めませんからね、まだ閉めませんけども、うん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 、今後はあれですか、あのどういう方の漫画を描くんですか。もうまだ描くんでしょう。ええ、一応連載やるつもりはありますけど、まだ全然考えてないですよ本当に、うん、ギャグはギャグやらないかもしれない。ええ、本当
わかんないっす。うん。それは結構大変ですね、ギャグやらなくて。そうですね。変わるのは。大変ですね。それ絶対ギャグの方がいいとか、いっぱいやりますよ。言われますね。相当。絶対。いや、もう気にしないことにしてるんですよ。あ、大事。ええ。僕もね、先気にしないように。そうですか。僕でも、気にしちゃうんですよ。うん。犬さん気にしちゃいますよ。はがき1枚がね、1日会社休みですよ。あ、重いですよね。重い。あと、セガのホームページ。重いですね。もうね、来ますよね。来ます。なんか暗いしね。明るく行きましょうよ。うん、吉田さんでもあれでしょ、その読者のハガキとかって読まれます？ええ。あれの編集の人が気使って死ねとかそういうのは載せてくれてんのかな？いや、あの、全部くれって。全部くれって。あ、言ってる、うん、言えば来るんだ。言ってるくせに読むとショック受けるんですよね。お前が死ね。どんとかかってこいって。あ、お前が死ねよと思うよね。何様なんだとか来て、お前が何様なんだとかって思ってるの。せめてお互い様だろう。面白い。うるさいよ。いや、僕はギャグ対決しようので今日は点でございませんからね。素晴らしい。素晴らしい腰が。アドリブ弱いんですよね。アドリブならっていいですよ、みたいな。視聴者は、聞いてる人は、あの、リスナーを笑わそうって番組でも、まあ別に。そうないですから。もう、ウサさんが出て喋ってるだけで。あ、そうなんですか。みんなそっと。今日どんなキャラクターで行こうかとか考えてきたんですか。竹中直人じゃないんですから。なんかしようと思ってたんですけど。あ、今、なんか読み切りとかで一本考えてるのが、紳士野球漫画。妙に紳士なんですよ、みんな。ジェントルマンベースボール。そうそう。態度が紳士なんだ。そうそうそう。いいですね。すごい紳士な。それはあの、お客も。え、いや、客はまあ普通。客はわかんないですけど、うん、なんかそんなのいいかなと。どうですか？紳士っていうのは、態度が紳士。そう。もう全員紳士なんですよ。投げますよとか。そうそう。なんかもうデッドボールを食らっても構わないよ、君とか。おー、すごいセリフだ。そうそうそう。そんな感じですか。いいですね。いいですね。いいですかね。アウト、アウト、アウトの時も紳士だといいんじゃないですか。アウトの時紳士。ああ、そういうなんかそういう方向だと。なんか判決かなんかこう出すんですよ。そう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 。判決。判決。バラ加えたりとか。そうそう。置いてったりね。バッターこう構えてあっとかって見てピッチャーのところに汗拭いたりとかさ。紳士ですか？紳士じゃないですか。おお、そっか。違うんじゃないですか。違います。すいませんでした。そんなわけでこの辺でちょっと一曲流したいんですが、はい、吉田さん何か一曲あいいですか、はい、何でしょうか、リトクリほうリトルクリーチャーズ、リトルクリーチャーズ、ただこれ読めないんですよ字が。何ですか。ダゼダゼデイズもしくはデイズデイズデイズかな、それをそれ song, you'll never come, stay behind your lies, I know, you're gonna ride away, drop you into water, let me show you what I'm trying to say, sing out with fighting fishes, hey everybody's coming to see you. Sing out with fighting fishes.
突然どうしたんですか、リトルクリーチャーズは。いや好きなの、好き好きで唯一英語の曲があんまり僕ダメなんですけど、これはいいと唯一聴ける。うーん、そう、なんでだろうと思ったんですけ ど外人が嫌いみたいですね、俺。外人あ、そうなんですか。わかんないですけど外国人、うん、あ、じゃあ洋楽は、じゃあ全然洋楽はそう、なんか聴けないんですよ。ウスタさんはゲームとかやられ、あれ、そば、セガマニアじゃないですか。そうですよ。いや、もうマニアっていう方がマニアじゃないですか。セガビーキー。セガビーキーですね、うんうん。かなりの。ゲームは、じゃあやるんですよね、最近も。やってます。なんか、最近ありました。最近、何やってる、今、デザインもやってます。デザインも。アテラのゲームだっけ、あれ、キャラクター作ったり、シューティングのやつでしょ。そうです。そうです。デザインも。そのデザインも、やりたいですね。デザインもいいですね。いや、その、作られた。あ、そうですか。うん、すごいですよ。アポロエースっていうタイトルなんですよ。うもうかなりいいです。ネーミング命ですよね。僕もネーミング好きですけどね。そうですね、アストロエースとアポロエースどっちにしようか悩んだんですけど、あ、アポロかな。アポロエースですね、うん、もちろん、うん、そういういい感じのネーミングって思いつくじゃないですか、僕もそうなんですけども、それメモったりします。あ、面白いです。覚えたり、覚え、うん、てかあんま使う機会がないじゃないですか。そうそうか。え、じゃあやっぱりいっぱい出てくるんですか、ネーミングは。ネーミングは割とその場で考えますね。あ、うん、あ、その場で考えるんだ、うん、僕メモるんですよ。あ、そうですか。システム手帳とかに、たまにワープでこう広がってたりするじゃないですか、うん、見つかるとすごい、何の意味があって、うちのいいのはここにね、なんちゃってサラリーマンって書いてあるんだろうっていうか、意味が分かんないからみんな不気味があったりするんですよ。すごい恥ずかしくて。僕はね、もう全部メモりますね。ネタはメモりますけどね、たまに。はあ、うん、あ、ギャグとかのネタ。そうですね。おお、そうなんですか。なんか、ね、すごい喉仏だとかセリフが書いてある。何書いてんだろう。それでもネーミングのこだわりとかある意味似てますよ。そうですね、そんな感じ。恥ずかしいですよね。そう、どこまでがネーミングでどこまでがネタなのかって。チャームポイントっていうのは、あれはネタでネタですかね。あれはな、他に言いようがなかった、ね、うんうん、悔しいな。うさん、ゲームは作らないんですか。ゲーム、あー、ゲーム作りましょうよ。まあいいですね。ワープ入れてくださいよ。もうじゃあ入社。明日から名刺やった。もう決定で権ありますからね。バリバリですかね。ワープ入社早いですよ。ワープの名刺さえ持ってくれればワープ入社ですから。あ、そうなんですか。あ、でもロンゲーにしなきゃいけないですね。いや、全然もう向こうに髪の毛短い、うん、あの方とか、横の坂本龍二さんもあのワープの名刺持ってますから。それがおかしいんですけど。本当なんですよね。僕があのメンバーとして認めると名刺をすり出すっていう。嬉しいですね。いい顔してますね。なんかいいでしょ、坂本さん。いいですね。あの、インドさんのゲームは、あ、やってますよ。すいません、うん、あ、エネミーゼロは途中で断念しましたけど。いい振りです。今度あの12月の11日にサタコレという、あ、出るんですか、安いやつで、それにはですね、スペシャルイージーモードっていうのがついてまして、セーブしてもロードしてもバッテリーが減らないとか、それが弾が
イージーの3倍以上出るとか、うん、エレミーがイージーの半分ぐらいとか、めちゃくちゃ簡単版ってのをね、出しましょう。作ったんです。もう、マスターアップしました。嬉しいですね。2800円ですね。止まるんですよね、サタン。ああ。なんかやっても。初期のやつですね、じゃあ。そうです。今度僕、リアルサウンドは、今、1段目がこれでね、出したんですけども、この2段目今やってて、それは恐怖ものをね、やるんですけども、3つ目はギャグものをやろうと思っていて、まだ全然ハードを何になるかとかさっぱり決めてないんですけども、いつ出すかとか決めてないんですけど、ギャグものやろうと思ってて。スパイランチっていう。渋いっすよね、それ。いいネーミングでしょ。いいですね、それ。スパイランチも僕のシステムネーションの中に3ヶ月ぐらい眠ってて。なんか、何かと何かを混ぜたような。そうそうそう。いや、なんかね、僕の中で、スパイって最近ちょっとね、いいなと思って。スパイ？スパイっていう時点で、その人がなんかすごく責任があるっていうか、うん、だから責任がある人がなんか鼻からなんか赤い糸とか出てると、うん、なんかまあ言ってみれば面白いじゃないですか、ね、頭にこうなんか花が咲いたりとか、ね、そういうなんか崩せない人を崩すみたいな、ね、イギリスの紳士がなんかタッチションしてるみたいなさ、うん、そういうな感じでそのスパイでランチって非常にこうとぼけた名前にして、うん、もう僕のメモ帳からリアルサウンドはやられました？リアルサウンドはですね、体験版しかやってないんですけど。実際版やりましょうよ。まあ送りますよ。プレゼント、プレゼント。あ、それはもう、僕のくだらない、ワープのくだらない方面のやつ出たくないですよね。あ、まあやってないですね。それ 3DO ですね。そうそう。やってないんですよ。プロポン君とかいろいろ。もう。知ってる。いや、やったことない。本体って手に入るのかな？難しいよね。あれば送ってもいいんだけど、俺らも手に入れるの難しいもんね。あ、持ってるよ、俺って言ってるの。あげるよ。あげんなよ、待てよ。坂本さん。あげんなよ、やめようよ。俺探してくるよ、秋まで。坂本さん。ソフト、ショートアップっていうソフトがあって、うん、2800円でゲーム12本入ってるっていうね。ちっちゃいの入れるとね。っていうのがあるんです。方がいらっしゃる、コナミっていう会社とね、いいのの 3D をと思ってきました。まあ多分秋葉原でどっか探してきて。ナイトワープまで送ってくれる人が、ナイトワープ 3D はもういらんの係まで。送ってください、ぜひぜひ。うん。皆様。M2 がなくなった今もう、ね、別に、あ、持ってても何の得もないですから。うん、それ面白いですよ。あ、そうですか。うん。あ、笑ってくれると思うな。あ、もうぜひやりたいですよ。バカバカしいやつで。もう一個の方とかは？何すか、もう一個の方。おやじ、おやじハンター。いやいや、もう僕、ショートワープさえやっていただければ。あ、そうですか。幸せ。この上なく。そういうワープをみんななかなか知らない人が多くて。うん。だから結構、真面目なやつらだと思われてて、うん、結構、大変です。思いました、やっぱり。ああ、なるほど、うん。最初。だから、もう僕の漫画なんか読んでないだろうと思って。いやいや、めちゃくちゃ読みました。意外でしたね。すごくでも、他にはさっき聞いたじゃん。他には D の食卓とか。あ、そう、俺のか。それはもちろん。漫画にも、G の食卓な。え、何巻出てくん、何巻出てくんですか。あ、ごめんなさい。それはね、1巻と2巻。こち亀の25巻。違うわ。そうか。じゃあ感激しましたでしょ、イーノさん。何が？そりゃ G の食卓なんて。もう、メッセージだと思って。うわ、うん。肩もなんだけどさ。それマッサージだろって突っ込めよ。そしてね。しまった。いや、僕最近ね、この前の放送でもそうだったんですけども、うん、僕ね、音ダメなの好きなんですよ最近。ダメなの？うん。あ、わかりますよ。あれすごく度胸いるじゃないですか。だから、うん、ヒットポイントがすごくある時じゃないと、うん、怖くてできないじゃないですか、うん、僕ね、あえてダメージ3500受けるの分かってて、うん、3600ヒットポイントある時にダメなことを言いますね、うん、あ、最近いいですね。骸骨ってのはそれは骸骨人かいみたいなさ。そうするともう7800のダメージが来るじゃない、グーンって。ダメですね。でしょ、でしょ。それがね、僕ね、もう快感。うん、でもやりますよ俺も。ダメギャグ、うん、うんうん、大会を開きましたから、ね、あ、おお、え、どんな大会。いいかもしれない。ダメギャグ大会ですよ。どこまで、うん、そうそうそう。あとあれです、あんまりあるやつはダメですよね。そういうこの帽子ドイツんだみたいな。そうですね。そういうんじゃなくてオリジナルで、オリジナルでダメ。私も言ったんですけど、うん、ギャグですね、うん、あとなんだろう、絶対流行らなそうなものとか。俺は流行んねえだろうっていう。なるほどね。セリフとかね。あ、なるほどなるほど、うん、逆流行語大賞みたいな。そうですね、うん、僕らもよく、うん、で、もう例で言うとね、うん、どんどん引くからやめよう。聞きたいな。そういうこと言うと余計言いづらいってよく知ってる。うん、だからなんだよ。
そう、今そういえば連載が終わりまして、うん、どんなことやってるんですか毎日。今部屋にこもってスタートレックとか見てます。おお本当に、うん、めちゃめちゃ今なんか面白いんですよスタートレック、うん、今トレッキーなんだトレッキーそれはビデオで見てるんですか。ビデオで借りまくってます。あとは何、うん、あとはゲームやったりとか。え、一人暮らしなんですか。そうな、一人です。そうです。寂しいでしょ。寂しいっていうかもうその台所が汚いんですよね。臭いんですよ全部自分ですもんね。悪いのも俺だし、やるのも俺だし。どんどん悲しくなってくるんですよね。うんうん、見れば見るほど、うん。積み上がってる。そう。テトリスみたいにこう。そう。もう、こっからはどうせもう無理だ、みたいな。本当に、本当にそんな毎日なんですか。そうですよ。仕事場ってのは別にあるんですか。いや、一緒に。そこに来てもらって。うん、部屋だけはありますけど、自分の部屋は。うん。スタートレック以外で今、なんか面白いこと。マイブーム。マイブーム。何でも。何でしょう。うん。放送事故っていうのを試してみようかと思って。今ちょっと今焦っちゃいました。もう多分鳥の鳴き声が入ったと思います。いや。マイブームね。何ですかね。なんか最近気に入ってることとか、これをやってる。最近気にかかることとか。気にかかること、うん、何でもいいです。今はね、今のまあもうね、何も言っても何言っても面白かった間を作り出したあなたの勝ち。何でしょう、何ですか最近、なんかあります。いや、ちょっとなんか言わないじゃない。辛いよね。じゃあなんかエンタこれ聞いてる人はみんなうすた話からさ。ギャグの面では。ああ、なるほど。だから言えねえよ。言いたくても。そうですね。いつもまた言えるし、沸かせる自信もあるのに。おお、今日は低いな、犬さん。行きましょう。もう。なんかじゃあ、憧れて、こういう、その、書く人、ええ、漫画家になろうかなっていう人はいるんですか。ないですね。漫画家は、漫画はあれなんですか、読まれてたんですか、ずっと。どういう方が好きですか。島本和彦さんとか。島本和彦さんは何の人ですか。炎の転校生とか。あそうか、宇田さん若いんですもんね。そうですね。そうだ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 そうか、そうか、こんなあ昔のですか。うん、とかはどうですか。昔は何だよ、金玉とかそういうの。いやいや、なるほど、なるほどね。うん、僕とでも4つ違うと結構えらく違いますよね。そうですか。うん、多分流行った漫画とかは多分違うんじゃないかな。4つ違うんですよ、はい、ご存知でした。ご存知です。僕27ですからね。もう27だ。ガビーン、あ、ガビーンじゃない僕の日常の中でいかにガビーンが多く刷り込まれてるか浸透してるんですね、うん、浸透しまくり。そうか、よかったですね。何を言ってんだよいいですね。そろそろ、はい、古今東西逆合戦も来ました、大いに盛り上がっていく盛り上がりまくりですよ。もうそろそろね、一曲また何かいただきたいんですけども、うん、今日はエレファントカシマシを、ええ、僕はあのあれですよ、ギターで弾けますよ。あ、そうですか。最近あの神さんのカラオケマシーンと貸してるんです。いや、僕もギターちょっとやってるんですけど、あ、やってらっしゃる、ね、3年ぐらいやってるんですけどね、全然上達ない。それは一人でやってるからじゃないですか。一人でやってるとね、どんなもんでも上達しないですよ、大体。全然ダメですね。うん。うん、でも、ウスタさんは、エレファン。エレカシが。一人でやってると、一人で何かコピーをするわけでもなく。そう、耳コピーで。ああ、うん、それは聞きながら。絶対。僕もずっとそうですもん、ギター。そう、だから知ってるコードしか弾けないんですよ。E マイナーと G と A とか。探せない。F つらいとか。そうそう。僕、バンドやりましょうよ。バンドですか、うん、あ、いいですね。僕はあのハッピー&ラッキーってバンドやってますんで、うん、飯田和俊くんっていうアクアノートの休日とか、うん、太陽の尻尾ってゲームを作った人がいるんですけども、うん、僕と飯田和俊で、うん、ハッピー&ラッキーにキュートとかっていう名前で、うん、あ、いいですね。なんかカスタネットかなんかやる。いや、ギターですよ。上達するチャンスですよ。やろうと思って。いいですね。そんなわけで、エレファントカシマシ
5から初稿という曲を聴いてください。俺の暮らしはただ漫然とそう時は過ぎた。またゾロ一つ年を重ねた。つれつれと日々楽しみで、つれつれと日々悲しみ。日が暮れた夜になったよ。またゾロ一つ年を重ねてた。見ろよ今日も高き太陽が俺たちを照らす。けの中立てた熱き血潮燃えていた。覚めた夜疲れて寝たよ。まったくもってしょうがねえ。熱き思いの込み上がる日々は優しき勝手の姿が虚勢の砦で、忘れ去られたり、朝焼けの中立てた熱き血潮が燃えてた。朝焼けの中立た熱き血潮が燃えていた。太陽が我らを照らす。忘れ去られたり朝焼け
ていた。ああ敷地を燃えてた朝焼けの中さあWelcome to Night Warp. Eno at home. Interactive room. はい、突然ですが、ここでイーノさんからのプレゼントのお知らせです。今回はなんと、ワープからの超レアもの。まずは、リアルサウンドのロゴ入り置時計を3名に。そしてそして NME ゼロ店の限定ポスターを8名に。どちらももう手に入らないスペシャルレアグッズですよ。ご希望の方はハガキに住所、氏名、年齢と番組の感想を書いて、郵便番号 102-80 ナイトワープ、郵便番号 102-80 ナイトワーププレゼント係までご応募ください。もちろん飯野さんやエンジェルへのメッセージも書いてくれると嬉しいです。Welcome to Night Warp. Eno at home. ということで、全世界7局の FM ステーションを結んでお送りしてきましたナイトワープもそろそろお別れの時間なんですね。はい、今日はですね、このエンディングになんと2人参入してますね。やった今の坂本裕二という弟と弟とうちのあの CG の立石翔三郎翔ちゃん、ウスタさんファン。あ、今座ってます。あ、どうもはじめまして。こんにちは、坂本と申しますどう、なんかいいっすよ。いやもう触ったり喋ったりしてもいいっすよ。そうですよ触ってる、触り返してる。ガビン、おおすごい、坂本さんも円満だ、円満な笑みが。みんなが楽しそうだな親父もう一杯ここ居酒屋ラジオ聞いてる人はなんで坂本裕二がいるよ。俺が誰だかみんな知らないと思う。風のリグレット脚本家。そうですよ。坂本、今はと僕と RPG を。今日もこの後会議。会議。脚本ストーリーを送っときました。あ、はい、ここで。ラジオ本番中なんですけど。ああ、いやいや。リノさん喋りすぎですね。あ、ごめんなさい。僕怒られたんだよね。もう。言ったじゃん前もって。あ、そう、俺ね、飛脚に回んなきゃダメだよって。電話かかってきたんだよね、うん、でもね、今日そういう状ナナミの気持ちも、いや一生懸命頑張ってるのよく分かった。でも聞かれても困るんですけど。そうかといって俺も聞けるかっつって聞けないんですけど。なんだよな。と
という今日のゲストは漫画家の臼田恭介さんをお迎えしてお送りしてきました。お送りすんの？お迎えしてね。はい。坂本さんなんかあれば。もうみんな落ち着かないですよ。普段はどうしてるんですか？普段は。普段ですか？外出ないんですか？外出ますよ。もうゲーセンとか行きます。でも友達多いですよね。なんか漫画の後ろのやつとか見ると。そうですね。あ、漫画の後ろのやつね。てかあれで全部読んできます。あ、そうなの。あ、7巻まで。あ、だから連載終わったんだ。友達が終わったから。いいとぼかい。サインください。めちゃ普通の人なんです。僕もサイン。そうですか。サインはみんなキャサリンの顔とかも入るんですかね。ご希望に応じて。おお。え、何しようか。メソかな。それ大衆系になってるでしょ。ワープの中でほらメソっていうのあるでしょ。いや、一番望ましいですねそれ。僕書くの早い。フミン。いや、俺はやっぱマサルさん。あ、そっか。犬さんは。さすがメインカルチャーだ。キャサリンが後悔しそうだね。マサルさんにしとけばよかったって。サブカルで。そうだな。俺もマサルさんにしようかな。じゃあマサルさんとチャームポイント付き。あ、もちろん。素晴らしい寛大な方です。頑張って書きます。嬉しいですね。あ、私筆ペン持ってます。筆ペン。俺2巻買った。俺ワークの何をやる？サイン。あ、サイン。ブツ。何でしたっけ？僕ね、何でもどんなんでもいい。何でも。じゃああえてキャシャリン買おうか。いや、もう何でも。書いてもいいんですか？あ、大丈夫です。練習したやつ。はい。それ俺のもんよ。なんか忘れちゃうじゃん。忘れたの。さん、デッサンした。本当だ。テストしてるこの人。いや、似てます。めちゃめちゃ。もうどんな絵でも。こんなんだっけ。なんかやっぱ違うな。キャシャリンですよ。そうですか。あ、キャシャリンだ。すごいでしょ。うん、こんなの。坂本さん声うるさい。俺のローラとか書けないもんね。そう。たまに書いてくれるけど。いやだってうち誰も書けないよね。多分 CC 誰も書けないよ。全員でローラコンテストしたら笑うと思うよ。てか受けると思うよ。こいつら素人みたいな。素晴らしいですね。名前も書いてください。名前いいの。すげえ嬉しい。もうネタがありました。嬉しいっすよ。僕時間いただいていいですか？いいっすよ。すみません。うわ、色紙ですか？うわ、もうペペット。ペペットですか？はい、で結構です。実際にペペって書いてます。坂本龍一さんの色紙になったんですけどね。坂本龍一さん緊張して。素敵カット、マサルさん。ちなみにそれがエリーゼの憂鬱だ。おお。これは今グッと指を。ありがとうございます。失礼はないです。失礼はありません。ありがとうございます。もう、バイス、最高っす。悲しいんですけども、最後の曲を言わなきゃいけないので、ステレオラブっていうのがありまして、新しく、これ読みづらいんで、なんだっけ、ドッツ&ループスっていうアルバムがありまして、その中から、4曲目、なんつう曲なんだ、俺も初めて見るわ。ダイアゴナルズっていう、ディアゴナルズかな、わかんないけど、という曲をかけて今日はお別れしますが、はい、いつか本当に仕事してください。うん、そもそもやろうと。仕事はいいですか。ちょっと個人的にどう見ても付き合ってください。それは僕もだ。みんなすごい興味がある。先輩すいません。了解を了解が必要なんだ。そんなわけで、はい、また来てください。最後の一言あれば。頑張って漫画を描いていきます。真面目な一言でしたが。それではまた来週、飯野健二でした。今日のゲストの臼田恭介でした。そして、あ、大ファンの坂本龍一でした。そしてワープのでして、そして演じる由美でした。また来週です。どうも、また来週。おやすみ。あ、よだれ垂れてますよ、マサルさん。もう一枚だけお願いします。照れてる時のマサルさんの顔とかだと嬉しいです。
Night Warp, Dino at Home. This program was broadcasted to you from Tokyo FM. Bourgeoisie, par quelle différence.